ましたジャンボ鶴田。日本テレビ並びに番組のスポンサー日本テレビのイベントコンパニオンによりまして両チーム両選手に豪華な花束の贈呈であります。筋肉倍増計画が着々と進んでおりましたジョニー・スミス、今宵も爆弾ファイヤーするからダイナマイトキッド。メタモルフォーゼ一気ブーイングを大勢する男田上明、俺は生まれた時から絶好調だ。現三冠統一ヘビー級チャンピオンジャンボ鶴田を迎えました。その全てを30分の一本勝負で戦います。この世界最強タッグ決定リーグ戦、勝ったチームには2点引き分け1点、負けチームは0点と与えられることになっております。画面右側ジャンボ鶴田田上明組、昨年90年の成績は8勝3敗1つの引き分け、得点が17でありました。言うまでもなく昨年は優勝はゴディ・ウィリアムス組、準優勝はハンセン組、優勝ゴディ組が21点、準優勝のハンセン組が20点。そしてこのジャンボ鶴田が、まあ、リサー組と同時の3位でありましたけど、ダイナマイトキッド、そしてジョニー・スミス組がいきなりかましてまいりました。まだゴングの音を聞いておりません。30分一本勝負のゴングの音を聞いておりませんが、今ようやく季節がゴングの眠りを覚ましました。さあそして場外ではジャンボ鶴田がダイナマイトキッド、キッドがジャンボ鶴田をオーバーフェンスさせようというんでしょうか。そしてリングの中に戻ってまいりました。キッドがジャンボを振る、ジャンピングラリアットカバーする、早い段階でカバーを仕掛けました。カウントは2、攻撃の手を休ませません。そしてあごくだきキッドです。竹内さん、やはりこの小兵のキッド・スミス組としてはこういった奇襲戦法が必要なんでしょうかね。やっぱり当然一発勝負を狙ってきますね、はい、もちろん正面から真っ向から勝負すれば当然勝ち目はないはずです。このスミス・キッド組、いきなりゴング前から奇襲攻撃に出てまいりました。自分のコーナーでスミスにタッチいたします。ブリティッシュ、いや失礼、ダイナマイトキッド・ジョニー・スミス、ユニオン・ジャックのショートタイツ、ドロップキック正面飛び。竹内さん、今のは小川と同じような取り方ですね。そうですね、はい、カウントは1つで返しましたジャンボ鶴田。先日の横浜大会10月の24日三冠選手権試合 V3 を達成しております。そういった目では竹内さん、この鶴田は鶴田個人としては精神的にはこのシリーズ十分と充実していると言っていいんでしょうね。非常にいい状態で開幕を迎えているでしょうね、はい、さあそしてこの問題は寒いですよね、はい、このリーグ戦の鍵を握る男と言っても過言ではないでしょう田上明です。このブーイング今宵も浴びせられておりますけれども、この竹内さん、彼自身はね、最近このブーイングがないとなんか心寂しいなんて言ってるんですよね。そういうふてぶてしい発言が出てくればね、はい、田上も楽しみなんですよね、まあ、昨年はこのジャンボ鶴田田上明組というのは初出場でありました。そういった意味でも竹内さん、若干緊張感は否めなかったですね。やっぱり緊張はあったでしょうね、はい、しかし今宵は2年目です。そしてこの間にもジャンボ鶴田としょっちゅう日常茶飯事タッグを組んでまいりました。この田上が1年間でジャンボ鶴田のタッグパートナーとしてどれほど成長しているかが、このジャンボ鶴田田上明組のキーとなることでありましょう。田上明の成長がそのまま成績に如実に反映すると言ってもいいでありましょう。最近の田上明はどことなくすっきりた感がありまして、ブーイングも全く気にしません。このブーイングで光合成をしている、ご飯 を食べているような、マリオにモリモリこのブーイングで大きくなっている、そんな感があります。ヘッドパットの連打であります。竹内さん、キッドがいつになったわしら感がありますね。気合が入ってますね。田上もこの気合に負けないことですよね。田上はこのシリーズ、いやこのリーグ戦、メタモルフォーゼ変身が出がちでも必要となってくるわけであります。丸められました。カウントは1つ、ジョニー・スミスであります。対するこのキッド・スミス組、竹内さん、このスミスも着実に成長はしてるんですが、今一つこの何と言いましょうか、悪の強さがないですね。そうですね、やっぱりキッドぐらいになったんですが、昨日は強さが出てくると楽しみなんですけどもね、はい、ジャンピングにほぼ顎の先端にヒットいたしました。ジャンボ鶴田のジャンピングにであります。ダイナマイトキッド身長180センチ、そして今場外転落しているスミスが身長80センチ、2人合わせて3メーター60は全参加13チームのうち最も低い身長であります。エルボースマッシュです。十分に距離を取って狙いをしましたエルボースマッシュ。今竹内さん、ごつりという音がしましたよ。多いですね、気
気力十分、気力充実のジャンボ鶴田、40歳の冬です。はい、各シリーズも随所で見抜けられました。拷問コブラ、グリ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 コブラツイストを決めております。満身の力を込めてジャンボ鶴田、現三冠統一ヘビー級チャンピオンであります。竹内さん、昨年のこのジャンボ鶴田、タウガー秀君が8点17でした。優勝したゴジームが21、どうでしょう、ズバリ優勝ラインはどのあたりなんですかね。今年もですね、はい、20点から21、20点を割るとちょっと苦しくなってくるでしょうね、はい。まあ、一つの目安として20点という数字をどうぞご記憶いただきたいと思います。勝ったチームにはそれぞれ2点が与えられることになっております。自軍のコーナーです。ハイウエストのショート体質、カウエアキラモーラリアット、カウントは2、カウントは2で返しました。ダイナマイトキット、今度は逆に振られてしまいました。ラリアット巻き込むようにレフトハンドのラリアットです。ジャンボ鶴田、タウヤ明組、勝つときはそのほとんどが鶴田をフォールを取っております。そして負けるときはタウエが抑えられている。竹内さん、そういった面ではいわゆるこういったアンバランスを解消させることは重要なんでしょうね。今年の場合ですね、勝った得点の中にですね、はい、タウエが取ったポイントがどのぐらいあるかというのも一つの優勝の目安になってきますね。なるほど。まあ、今日のチームあたりはですね、勝ちを狙うならジャンボじゃなくてタウエにピンホールを取っていってほしいですね。なるほど。この後お送りいたします。三沢組対スタンハンセン組、三沢軍団としては非常に辛い、オープニングの試合となりましたけども、こういった意味でもこの鶴田、タウヤ、秀組としては、まあ、なんと言いましょうか、いいスタートを切りやすい対戦相手と言えるとね、まあ、残り緊張の絡みになりますとね、はい、やっぱ緊張の度合いが違いますからね、そういう部分では、やや気は楽なやっぱりこのリーグ戦ですよね。そういった意味でも我々ファンといたしましては、このジャンボ鶴田、タウヤ、秀組の仕上がり具合をこの試合から、じっくりと見ていきたいと思います。これまで竹内さん、タウケの動きがあった特に問題はないですけどね、ちょっと今のところそのキッドのですね、規約に押されてる部分がありますからね、それをまずクリアしていってほしいですね、はい。おっと、キッドがトップロープ登ったぞ、爆弾ファイヤーするか、ダイビングヘッドバット、早くもファイヤーした、カウンパス、ジャンボ・クルタが万全な体勢でカットに入りました。竹内さん、ちょっと時期尚早の感ありましたか。そうですね、ちょっと仕掛けが早かったですね、しかし必殺技を早い段階で繰り出していく、ダイナマイトキッドの心意気が伺えようというところです。ミサイルキック、スクッと起き上がった、顔が真っ赤に故障しております、故障しております。ラリアット、カウントは一つです。タウアキラ、大きく一つ息をしました。タウエ、ロープに振られた、ハイキックで返す、あそこでもう一つ技が欲しかったんですよ ね、ちょっとタッチの段階が早かった感があります。ロープに振った、正面飛びのドロップキックかわされてしまいました。さすがにジャンボするか、よく見ております。今サポーターを直しました。ラリアットかな、ロープに振った、さあどうする、ラリアット、ジャンボラリアット、王が入りました。竹内さん、先日のこの横浜の3号、おーっと待っています、待っています、待っています、ヘッドバット、ヘッドバット、話の腰を折るような凄まじいカットインでありました。ダブルドキックであります。カウントは一つ、鶴とアキラの革命砲、さあこのリング上に革命を起こすか、バックに回ったぞ、合体ネックブリーカードロップであります。竹内さん、今のはどうですか。当たりは悪くなかったんですよね、さあ分断されました、分断されました、大きな試合のうねりを迎えた感があります。さあ場外はタウエ、そしてキッド、そしてリング上ジャンボ来るかぞ、ジョニー・スミス、パーイキック、オーが入った、俺は帝王だ、俺は生まれた時から絶好調なんだ、ガーン、敵を出し完璧、カップ巻きなり、カウント3、完全無欠のカウント3であります。ほとんど汗をかいていないこの男、ジャンボ来るか、
鶴立った上手首完全に白星安心であります。武井さんいかがですか。鶴田の強さは文句なし。それとヒットの気迫が非常にいいものを出しましたね。なるほど、ヒットスミス組もこのシリーズ、いやこのリーグ戦侮れない勝負タイム8分18秒。武井さん、カウリーはいかがですか。カウリーはちょっとまだまだ本領を発揮してなかったんですね。なるほど、さあまだまだ長い長い、そして茨のような戦いが繰り広げられるわけであります。おーっと、2000人のプロレスブリーフからヒットコール。あれ、ヒットの頑張りですよね。はい、惜しみのない拍手が寄せられました。しかし黒星、しかし黒星、しかし侮れないヒットスミス組で